お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらロイジャイ高回転ロイでマルチやっていきたいと思います。今8000ね、もう今行きました。今8000行って、いやもうね7級とか1週間ぐらい前に行ってたんですけど、もう7級から落ちて一生停滞沼しててね、トラゲ苦戦してたんですけど、まあ結局ロイでね、まあ、いろんな形のロイを使って、まあ、8000まで戻しました。というわけで今日はね、まあ、マザネクハンター型ね、なんかよくいるのはマザネクメガゴだったり、あとはエリババ型もいたりゴースト型もいたりとか、まあロイって無限に形あるんですけどね、まあいろんな形ある中で今日はねこのマザネクハンター型でやっていきたいと思います。で今の環境なんですけど、まあいろんなデッキがいる中でちょっと多いなって思ったユニットがエリババですね。はい、というかまあゴレエリババがねめっちゃいるかな。ゴレダクネエリババとか、ダクネがないゴレエリババとか、なんかねゴレがちょっと増えてきちゃいましたね。全然いなかったんですけど、さ あとはエリババスパーキーとかジャイエリババとかロイジェエリババとか、なんかねまあそれこそゴレエリババ対策でロイジェもエリババ入れたりだとか、スパーキーエリババも、まあ、ロイジェイ対策とか、まあ、なんか、どっかをね、倒そうと思って、エリババみんな入れてんのかなっていうので、エリババがね、単純にロイがね、入りにくくなるっていうので嫌ですね。で、どうしようかな。相手は何も出してこないの怖いっすよね。で、極稀にエリジェイがいます。で、マルチジョイだと、まあ、エリジェイはね、なんか、意外といるっていうのがあって、トリトンを出してエレジャー行きたらだけど、さすがにないよな。なんかまあ、出していいと思うんだよな。ちょっちょ動きたいですね。序盤でロイは。さあ、ランバジャック。まあ、ランバーとなるとゴレか？まあ、ゴレエリババでしょ、こんなんもう。ゴレ、多いんすよね、マジで。おーい、トリトン！めっちゃ引っ張るじゃん。これあれっすね。えぐいっすよ。相手のデッキ。もう初手ゴレやって、ゴレ、ダクネ、エリババつけて、あとヤナメ5ザップ打つだけっていうゴレだと思いますね。なんかマジで、どうやってチンパンを極めようかって極めた最終形態みたいな。いやマジでね、えぐいやつっす、これ。ヤファイザップのやつじゃないのかな。でもなんかいろいろな、ベビーもいる、メガゴ、ダクネ、ランバー、ベビーメガゴ、エリババとかじゃないのかな。ちょっと違う、俺の持ってるのちょっと違う。いきます。タルサイター、エリババないか、もしかして。あるんかい、ゴリゴリだるやないかい。さあ、でもしかして普通にライトマンだか、なんかの枠エリババになったのかな。さあ来る、ハンター生きてほしかったな。これ行っていいな、このタイミングいないからね、ちょうど相手。まあまあまあ、さあちょっと対応しながら、延命しながらね。ゴレを早めに溶かしたいっすよね、僕は正直。でしっかり対応しながら延命をできると理想ではある。で豚ちゃんがねタゲ取ってくれる。いやファイブが相手ファイブミスってる。熱い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 、耐える、耐えるよ、耐えれる。ここは行っていいな。相手端前ヘリバビンやったので、ここ攻めファイブもちょっと狙いながらの、いや、すべてに当たる。LSP も感電させながらも。いや、このスケはいらんかったかな。いや、スケじゃない。俺ミスってトリトン出してる。バカもやばいって。それやばいって。いい子行くんすけど、まあ、エリババが来るよねっていう。さ、エリババが来る。よくないかな。いや、でも、来るまでに結構ダメージ入ってほしいな。さ、剥がしながらの。やるよ。で、LSP? 感電。で、なんかいい感じに、いい感じになんねえかな。いい感じになってくれればいいんだけどな。さあ、メガゴ消える。よし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 。ほっ。オッケーオッケー。早く壊して。早く、なんかエリババ追加とか来るから、こういうの。エリババ、そう、追加来んのよ。早く早く早く。早く早く早く。あ、トリトあんま引っ張んない。トリトあんま引っ張んない。ちょっと待って。ブタブタブタ。あ、ブタブタブタになる。ブタになる。ちょっとやばい。ちょっと。焦ってきたらよくない。今トルネマエリバを使ったら、おい行ってこい。おい、これ完封できねえだろ。完封できねえだろ。おい、そのゴールはやってるぜ。来たっすね。さすがにこれは来た。あともう5って終わりでしょ。オッケー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 。いや、マジで、エリババ、
バカ増えてるっすよ。えぐえぐえぐ、話した瞬間から来たじゃん。もう来んなよ。ナイス。さあ、よろしく。あれっすね。ゴゴティさんはバルーンの、すごい、なんかフルコンボバルーンみたいなデッキっすね。ファルチェと、あとインドラかな？俺が嫌なのは。インド、まあ、エレキとか。そんな感じっすね。さあ、ハンター入ったらやばいか？インドラ。いや、インドラがマジでどうにもできんっすね。あとエレキ、バルキリーみたいなトルネがあって。まあ、攻めたいっすね。でも。いや、ハンターバケモンか。ナイス。ケツトリトンしたいけどな。したときにさ。まあ、マズエンから行こうかな。ハンター回ったしな。あれ、引っこ抜いちゃいたいっすよね。バルキリー蓋が来るかな。さあ、引っこ抜ける。引っこ抜けたらちょっと熱いぞ。で、こっちに行くんすよね。この、マザネクトリトンは勝手に仕事してくれるから。いやー、あれな、ちょっと嫌だな。いや、インドがマジで最強すぎるっすね。僕からしたら。これザップ打たれるかな。さあ、インドっすね。マジで厄介なのがインド。今のも結構いい攻めに思えましたが、インドラでね、やっぱ美味しくいただかれちゃうので、まあ序盤はちょっとね、耐え目でいきましょう。序盤は耐え目で。ファルチェ。ハンター5あればバルーンは守れるんですけど、まあ問題は、こっちが攻めれるかどうかなので、守ったところで。殴んないとしいな。いや、殴っちゃうよね。さあ、回して耐えましょうか。一応、高回転なんでね、困ったら、1コスで回せる。これ、ディガイ拾いたいな。ああ、拾えない。いい位置だ。元気度してこない。これ行っちゃおうかな。いや、これ行くのが多分良くないのかな。なんか負け筋的な。あ、でもこれは美味しい。小笹さん5打っていいやろ。さあ、で、マザネク。ウッド。ファイブ。よし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 。いや、結構ダメージ入ったっすね。そして、このファルチを無視できる。でも、こっから僕は左サイドだけ行ったらやばい気もするんだよな。どうなんやろ。一回耐えます。一回耐えます。なんか、カウンターがえぐいデッキなので、相手のデッキってもうカウンターしてやるぜってデッキなんで、無理せずね、ちょっと芋目で行きたい。さあ、いいファイボが。いや、今日ファイボがいいぞ。真下には来ないんですね。トルネで剥がしたいのかな。いや、左がめっちゃ入ってる。あ、左がファイブ剣だ。豚か？豚がさては犯人。さあ、こっそり豚、ナイス。いや、でかいっすね。インドがやっぱ怖いっすね。このデッキ、回転早いけど。さあ、もともとはね、このメガゴなので、よく使われてるのはメガなので、メガゴが反対になってるんでね、結構ゴレとかラバとか、重めにはね、普通のロイよりはまあ戦いやすい編成にはなってるっすよね。ハンターがね。さあ、来ねえな。ケツトリトンしようかな。悩むっすよね、マジ。なんか、マルチジョイもう、1枚咲いたらその瞬間大型ケツボーンが当たり前なんですよ。マザリング咲いたらその瞬間ケツゴレドン、ケツラバドン。ケツスパーキードーン。まあ、来ちゃって、もう、その4アド、3アドで、もう試合決まっちゃうみたいなこともあるんすよね。だからそれがなんか怖いっすよね、正直。でもここまで来ないなら動こうかな。トリトンでいいや。エレジャー来たら、ハンターで一瞬で頑張ります。さあ、バルキリー。バルキリーか。またバルーンかな。バルーンも人気っすね。今季。めっちゃ当たる。
いやー、バルーンっすね。なんかフリーズのやつじゃないかな、この人。なんか変なって言ったらあれが、ちょっと変わったバルーンの人っすよね。耐える。まあ、ハンターいるんで、無理せずだな。で、フリーズがあった気がするんだよな、相手。あと、ランバルフリーズがじゃなかったかな。そう。で、他の中身はちょっとわかんないっすね。トリトンちょっと頑張ってほしいな、できるだけ。いや、痛えぞ。スケドラとかも痛っすもんね。うん、まあ、無理せず、さ、芋って。さ、ハンターが強い。いや、これ逆サイだったら熱かったな。ね、ファルチュー咲いてたんで。で、後ろバルキリーか。取れねえか。逆サイでよかったっすね。ちょ、暇なんでね。ウッドぐらいしてあげて。いや、この暇ウッドが激アツ。暇人のウッドをね、大事にね。さあ、で、低めで受けながらの、これもう一回いけそうだな。よいしょ。おー当たんない、でかい。あ、でも、結構なんか回転早いっすよね。さあ、ちょっとカウンター怖いが、ファイブ打っちゃおうかな。ファイブ打って。マザネクやるぞ、お主。やるな。さあ、いや、ファイブを無理やり回したのもね、いいっすね。いや、いいぞ。バルーンにサトは強いな。メガゴだったらね、やっぱそんな軽く出ないんですけど、ハンターがね、バルーンに対して異常なほどの火力出してくれる。いや、このトリトンやったっすね。これ負け筋だからな、完全。さあ、フリーズ来るが、耐えてほしいな。お、ミスって。耐えた。いや、耐えたら熱いが、まあ、ハルチ取れねえが結局ね、突破できるかどうかみたいな。これ相手取れねえしてくるよな。ってことはトリトン引っ張れる。ナイス。引っ張って、もう一発入って、ナイスゴリーナイス。うちのロイジャーゴリって名前なんでね。いやー、やるね。でかいっすね。バルーンが連チャン来てます。さあ、出た。エケロングプロ。あれ、エケロングアゴみたいなのもいたかな。コカツのイメージがあるな。コカツだったら勝ちたいな。インフェだったら話は別。インフェだとね、こけちゃうからね、ロイが。多分、コカツだと思います。さあ、結論したいっすね。結局結論ですね。もうロイジャイはね、まあコウモリ型とか、だからめちゃくちゃ高回転が速いロイジャイだと、また話が変わるんですけど、ロケット押し型とかね。基本的にはもうケツなので、ケツ以外のロイはね、ありえないと思ってくれてもいいっすね。さあ、これ、ハシメバルキリーとか来たらちょっと嫌だな。さあ、ここはね、行きます。ケツとか言いながらも、トリトンとマザネクいれば、ちょっと世界変わるよねって、相手も防衛しにくいよねっていうね。これね、たまたまの事故があるんでね。さ、ちょっとウッドもやりながら、いや、いいよ。たまたまの事故が、しょっぱなから起きてくれる。来た!はい、チンパンって言われるっすね、これ。いや、これなんかもうラッキーだもんな。俺だって、えぐいっすよね。トリトン、マザネクで守ってロイ出しただけっていう。ね。まあ、相手の、なんで?相手もなんか特に悪いことしたっていうことはないかもしれないですけど、まあ、なんか悪いことしたんでしょうね。テスラをもうちょっと延命しないといけなかったとか、多分そんなことだと思うんですけど。いや、これででも、トロ30もらえるのはね、美味しいっすよね。さあ、ごちそうさまです。さあ来た。今はね、たまたま通りましたけど、基本ロイジェはね、結ロイしなきゃね、通らないっすね。まあ、特に施設持ち相手にはね。さあ、この人さっきかな、なんか動画撮る前にやった気がするんだよな。ジャイスキラー。エリババだったな。エリババジャイスキラーだった気がするっすね。そう。
だから相手今土地狂ってますね。エリババジャイスキラで多分マザネク無双して勝ったと思うんですよ。もう豚がなんか20体ぐらい出たんじゃねえかっていうぐらい。さあ神相性なのでね、あの相手はもう引き分けにしてくれって言ってるんですけど、よろしくですね。ゴリゴリにやる、よろしくですね。あ、でもここでマザネクをちょっと使わせられてみたいなね、これ怖いですよね。相手スキラなんで。うまいですかね。だってこのマザネクが結構いるこの環境でね、もう8100とかまで行ってますから、まあエリババですけどね。今エリババ強いっすね、マジで。まさかのエリババ環境来たっすね。ちょっと溶かしてほしいな、早く。さあちょっと痛いな、痛いな。いや、思ったより痛いな。思ったより痛いし、この矢も痛いし、まあまあまあ、このぐらいのダメージなら、こっから世界変えれるっすね。エリババっすね。そう、エリババ。あと、エリババと、まあ、ジャイスキラね、火力今みたいにバカ高いんでね、余裕でワンパンされちゃうんで、ちょっと気をつけながらね。さあ、これもトリトンいきます。なんならジャイ誘ってます。秒で溶かします、ジャイ来たら。来ないな。いやー、これやだな。だからマスケはさ、せこいっすよね。正直。俺からしたら。これ、ジャイが通るっすね。あれ？いや、熱い。マザネクいる。これね。延命しないといけない。ここ。ここがね、もう化け物なんで。これジャイを通してきますね。もうこっから相手スキラ打ったらカウンターって分かってるんでね。でも俺もそれをね、警戒して支えます。ここ行きますね。これ施設持ってない相手にはね、行っていいっすね。今、エリババないっすね。マスケ。あ、エリババもあったか。ファイブ打って、エレスピも使っちゃって。いや、なんか残ってんの強えな、あれ。いや、舞台になったら熱いな、でも。さあ、ケツマザネクはちょっとだけ悪臭ですけど、まあ、キング取られなければいいので、キングじゃねえ。タワー取られなければいいので、3なら5打って、ここは残ればもう OKOK、 無双する。よし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 、一生こうしとけばいいね。スケルトンラッシュ相手打ちたいけどね。いや、一生こうしとけばいいとか言うものの、やっぱジャイがね嫌だからな。相手ワンチャンで逆狙ってるっすね。さあ、まあさすがに来ないか、逆は。延命してね、ここ溶かせばいいんだよね。僕はハンターが強いと。ナイス。いやー、でも思ったよりなんか通らんすね。いや、でもエリババ相手使ったよね。いきます。エリババ使ったらチャンス。いや、このファイバーエリババ当たってないかな。一体に当たる。よしよし。さあ打って、あとハンター溶かしたいね。ハンター溶かしたい。よしよし。いや、悪化ゲーム。もうね、マザネクとエレスピで、あ、豚でね。おっしゃ、これが神相性。でも相手がマジでうまいんで、こうワンチャン捕まれそうになりますよね。攻めゆき攻めやで。よっしゃ、ナイス。はい、今日はね、ロイジャイのマザネクハンター型使ったんですが、まあどうだったでしょうか。メガゴのね、方よりは、まあハンターのね、火力やっぱ高いのでね、基本的に防衛が楽になるんじゃないかなと。いうわけで、ロイジャイの中でも、まあ使いやすい方、高回転ロイの中では、まあ使いやすい方だと思うので、皆さんもよければね、この高回転ロイ使ってみてください。シーズンもね、時間ないので、皆さんもトライが最後頑張りましょう。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。